そこかしこにサブストーリーあるかもしれん。はい、どうもちさんです。龍が如く3続きやっていきましょう。なんかね、店の経営がうまくいかない。大丈夫それ、店キャバクラ。そうなんです、私この店の店長をしています。あの、もしかよかったら、おっ、嘘、乗る乗る、全然乗るよ。まあいいだろう、ありがとうございます。立ち話もなんですから中へどうぞ。え、キャバクラ沖縄ですんの。おー、すごい。実は当店の女の子に夏目という子がいるんですが、オープン何時か。彼女は非常にお金持ちのお得意さんを持っている当店のナンバーワンキャバ嬢でして、すごくお店の売り上げに貢献してくれているんですよ。そうか、それはいいことじゃないか。ただ夏目はそのことを武器に、最近では店のことや経営にまで口を出すようになってきてしまったんです。最近では勤務態度も良くない上に、私を店から追い出そうとする節が見えるんです。そうか、だったらその子を、いや、追い出したら店の経営傾くやんけ。それはできません。彼女の稼ぎは非常に大きいので、いなくなったら店が経営できなくなってしまいます。もともとはいい子だったんですが、私の指導が悪かったのか、お金に見せられてしまったのか。あら店長、何か企み事。いや、なんか、鼻につく女だな、もう見た目からして。あら、見慣れない人ね。店長、私これからハワイに行くから。おい、おかしいおかしいおかしい。え、ちょっとそれは困るよ夏目ちゃん、もう迎えが来てるのよ。じゃあ行ってくるわね。なんだあの女。はあ、あ、そうだ、あなた、強引。何？当店のために夏目を超えるキャバ嬢を育ててはもらえませんか。きっとナンバーワンの座を失ったら彼女は目覚めると思うんです。あ、まあいいかもね、それの方が。なん、そのきっとあなたのはできると思うんですって何？引き受けるわ。前作でキャバクラグランプリを制したからな、蒼天堀の。ありがとうございます、助かります。では改めて紹介させていただきます。私、当店の店長榊さんかな、榊と申します。桐生だ、桐生さん。では早速スカウトをお願いします。スカウト、店にいる子を指導するんじゃないのか。店の子は夏目の影響を受けています。あははは、まあナンバーワン目指すもんな、みんな。あー、お金手に入れた、ポケツマーネにあったぞ。これからはスタッフの工事から。はいはいはい、猫背やな。はい、ヒルです、よろしく。サポートしてくれるんだ。あ、そう、街に行って女性に声をかけるんだ。難しいな、これだって思った子。いや、ちょっとな、いや、ちょっとな。あ、話しかけられる人と話しかけられない人がいるな。トラブってない？タンタカタンでお祝い。お、タンタカタンってあれだよね、梅酒だよね。え、しそだっけ。え、娘？え、さっきの娘かな。さっきの娘、なんか違う、また違うミッションな気するけど、別になんか出てるわけでもないしな。怒り方で歩いてるやつ怖いな。絡まれそう。この娘に話しかけてみるか。タンタカタン。それって、あ、やっぱしそうだわ。クランベリージュース割りな、すごいね。なんか話の種を手に入れた。あ、なんかキャバクラ嬢っぽい子いた。あ、やべやべ、忘れた、誘拐の話だったこれ。施設の先生ですか。あの、私の拓也がこの病院から連れ去られて、メールで宅へ預かったって、一人で来いって。危険ですよ、ここはやっぱり警察に。警察に通報して宅へにもしものことがあったら、私どうしたらいいか。ねえ。桐生さん、お願いです。力を貸してください。日頃お子さんにたくさん接してる方なら、私の気持ち分かってくれますよね。いや、助けに行くわ。
人で来いって言われたんでしょ。それは約束破ってるけど、そんぺんはいいの。キャバクラっぽいね、この子。この先の空き地で。あ、なるほど。まあ、行くわ。先手必勝だ、踏み込むぞ。脳筋。お前がタクヤを誘拐した犯人か。タクヤを返してもらう。なんだと？なんだお前。お前がクルミの新しい男かよ。はい。痛い目見ねえとわかんねえか。いや、新しい男じゃないんですけど。で、このアングルだとキリュウさんが街の中心みたい。玉中さん。こりゃ。こりゃ。この人。弱み。結構ソフトタッチなのに結構食らったな。すまんな。すいませんでした。タクヤ無事か。どこにいるんだ。犬？タクヤ。おい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 、子供じゃねえのかよ。タクヤって犬だったのか。犬じゃないです。この子は私の。いや、それは分かるんだけど、犬じゃん。家族ではあるけど犬じゃん、種族は。怖かったでしょね。ママが来たからもう大丈夫でしからね。かわいいな、かわいいな、咲夜。いや、犬をプレゼントとか言うな。あ、なるほどな。あの、ワンちゃん買ったら、あの、もう男いらなくなっちゃったみたいな感じなのかな。あ、なるほどね。もうそういうところが気持ち悪いのよ。あ、いいね、ありがとうございました。うん、一番高いわ。早い。好きになるなとは言わねえ。やり方が悪かったんだよお前は。コミカルなあの音楽すごいなんかあの好きだわ。てててれててててれみたいな。ね、キャバクラの女の子とかいないよ。いるこの世界。お酒屋さん？いらっしゃいませ。ほう、わあ、沖縄のお酒がいっぱいある。あんま沖縄のお酒知らないな。青森は聞いたことあるけど高いんだ。ありがとうございました。お店の中には入れない感じか。あ、ごめんなさいごめんなさい、すいません。ね、これクイックリいらっしゃいませ。おー、ミルクってタピオカだ。すごい。2006年だよ。タピオカってそんな昔からあったの？それは知らなかったわ。ありがとうございます。買っていったらはるか喜ぶかな。なんかまたなんかすげえお金のなんか話してる。これここか。さいよ、助けてください。この人が私の青森を。どこの誰か知らねえが、関係ないやつは引っ込んでてもらおうか。例のリゾート開発に絡んだ案件だったらそうはいかない。俺もあの一件には関係してるからな。はあ、何言ってんの。リゾートなんか関係ねえよ。このおっさんの借金を回収してるだけなんだよ。返せる金がねえっつうから土地の権利書と酒蔵で勘弁してやるって言ってたんだよ。そういうことか。チッ、ケチがついた。今日のところは勘弁してやる。金を全額用意するか権利書持ってこいよ。え、逃がすの桐生さん。はあ、あ、いえいえ。いや、助かってないと思うけどな。別に俺は助けてない。自分の都合で借金したやつを助けるほど人よしじゃないからな。うん、なるほどね。泡盛の大手の酒、酒造メーカーに対抗するため酒蔵を拡大して増産を試みたんですが、その時2000万円の借金。うわ、あー、なるほどね。お酒って時間かかるもんね。え、なんで。無茶な話だね。嘘。
いやでも私この前前作でなんか契約書の話したけど、こう見えない文字はダメみたいな感じはあるからな。よくある手口だな。だから1週間随分と差し迫っているな。あと1年時間があったら問題なかったのに。どういうことだ。あと1年あればうちの酒蔵の泡盛を売ることができるんです。そうすれば借金を返すこともできます。だけどあの借金取り事情を説明しても早く返すの一点張りで、じいさんに教えてもらった家宝さえ見つかれば。家宝？家宝売るの？はあ。ほう。いや、じいさん、詰め甘いな。いや、そうだろうな。なるほどな。借金取りの目的は最初からそれだったわけか。あんたの酒蔵と泡盛を狙って。こうなったら何としてでも家宝を見つけて現金を作るしかない。家宝は朝顔って用語近く。ええ、うちん近く？何？朝顔だと？知ってるんですか？ああ、俺がやってる養護施設だ。まさかあの近くにお宝があるとは。それはすごい。これもきっと何かのご縁です。どうか私を助けると思って家宝を探すまで去ってもらえませんでしょうか。当然お礼をさせていただきますから。これ絶対借金したお前が悪いってなったらキリュウさん持ち逃げするみたいになるじゃん。いや、宝探し手伝うわ。てか家宝って何？お、あるんだ。歌がある。寄せては返す波の音、王に飲ますな、亀に飲ませよ、金の泡。難しいな、メモとか。王に飲ますな。亀に飲ませ、亀に飲ませよ、金の泡。金の泡ってなんだろうな。そうだね。なんだ。実は今から酒蔵にある青森の熟成作業のさ、あ、熟成確認の作業をしないといけない。こんな時にまでか。仕事熱心だな。ええ、私は経営のセンスはあんまりありませんでしたが、職人としての意地はあるんです。分かった、行ってこい。だから探しが俺はやっといてやる。すいません、よろしくお願いします。何か分かりましたら私の携帯に電話ください。あなたお名前は？桐生だ。何かあったら連絡する。はーい。なんかまた違う話。なあ。え？その目の光を見りゃ分かるさ。あんたは堅気じゃない。堅気です、堅気です。え、何何何何、行きたい行きたい行きたい。え、賭博だ。賭博じゃよ。まあ気軽に楽しんでいってくれ。ありがとうございます。これはまたやり込み要素だと思うので動画外でやっておきます。いや、お姉ちゃんいねえけどな。結構横道いっぱい入れるな。やっぱなんか歩き慣れた神室町じゃないから迷うわ、普通に。何これ？ああ、竜都一貫とか。あ、娘いた。若くない？ちょっと、大丈夫？見たところそれなりの容姿と知性、そしてやや高めのモチベーションを感じるな。 声かけてみよう。ちょっといいですか？え？あ？はい？私ですか？あ、そうだ。これ人によっては、まあ、迷惑だからね。あまりの美しさにナンパじゃねえか。ちょっとやだ、それ本気で言ってるんですか？ああ、もちろん本当だ。ちょっと話をしたいんだが、キャバクラに興味はあるか？やったことないけど、ちょっと興味あるかな。
わかった。これから店に来ないか。そこで説明しよう。うん、わかった。私、キリエって言います。22なの？若いな。見た目めっちゃなんか未成年っぽかったけど。ようこそ当店へ。これからナンバーワンキャバ嬢を目指そうじゃん。怪しい。そんな、源氏名は何する？え、源氏名自分で決めれるの？キリエっていう本名だもんな。ちょっと本名かわいそうだもん。ネーミングセンスかけらもね。なっきり子になった名前。よし、では着替えてもらおう。君にふさわしい姿に生まれ変わるんだ。誰もが振り返る。かなんかもうセリフがくせんだよな。おっさんだわ。あ、かわいいね。かわいい。このドレスなんか前もあったな。いや、なんか顔がさ、そんな感じだからピンクとか似合いそうだね。そっちの方が良さそう。頑張りますね。結構萌え声だったな。私苦手なんだよね、萌え声とか。あら、その人が死にの娘？あんたは？あなた今度入ったっていう店員さんね。よろしく。私はあや。まあ、あなたも先輩になるのかな。鼻につくやつだな。この仕事、いや、顔、コツがあるの。はいはい。お客さんの好みを把握して、あ、はいはいはい。お店を歩き回ればお客さんの好みがわかる。はぁ。なんか、前と違いそうだな、ちょっと。お客さんの好みを把握してドレスアップ、店内を歩き回ってお客さんの好みを調査しましょう。はーい。お店広いよね。あー、了解です。今んとこはいいかな。派手とゴージャス。ゴージャスだな。ねえ、アロハシャツやめない？前みたいになんかいい感じの服着ようよ。ねえ、ヒデさん。派手ゴージャスか。派手ゴージャスがいいみたいな。あそこ待機室だな、多分。ここ待機だな、多分。キリコ、指名がないようだな。今入ったところで指名あったら逆に怖いだろ。女の子は3回お店に出て接客してもらう。あ、なるほどね。ああいう感じじゃないんだ。あの前みたいにこう私が操作する感じじゃないんだ。ゴージャスにしよう。あ、りょ。別人みたい。声がそぐってない。声がそぐってない。まあいいや。ギャル気上がったな、めっちゃ。ギャルっぽいもんな。どう？あ、まだいる。まだいるわ。あ、キリコでも7000円売ってる。え、待って、店の総売りもう200万も超えるの。で、7000円で資金増は3。あ、なるほどね。ストレスバリ上がったな。ちょっと一回休め、お前。ちょっと海でも見てストレスを下げてくれ。なるほど。こんなもんでいいんですか？亀岩ってなんだろう。この奥行ったことないな、そういや。うん、別になんか亀も岩もねえな。この岩なんだか亀、嘘、どこ？ああー、なるほどね。頭てーてー、甲羅ね。もしもーし。確かに亀っぽいわ、言われてみれば。もしもし。キリュウだ。浜辺の亀らしき岩を見つけたんだが。え、本当ですか？ああ、朝顔前の浜辺にいる。ちょっと来てくれ。はい、今すぐ行きます。モノレールって来てくれるのかな。確かに亀みたいな岩ですね。これが歌に出てくる亀だとすると、
亀に飲ませようってことだから、この岩の下に宝があるはず。掘ってみます。キルさん手伝ってください。掘るわ。お、お、もっと掘るよ。じゃあよし。ん、何かの亀、多分これでどうだ。何と戦ってんの、キルさん。あれだよね、壺みたいなやつよ、亀って。何？ああ、ほらほらほら、酒の亀。そうか、金の泡とか。ああ、なるほどね。青森出てきたんだ。いつの青森よ。価値高いんじゃない？わーはー、すごい。すごいも何も、現存する一番古い青森でも140年前のものしか、それより10年も長くここにいたってこと？しかもその140年前の古酒は値段もつけられないぐらい貴重なお酒なんです。なるほどな。いい酒ができたから埋めておいたってわけか。作り酒屋らしい宝だな。土の中に埋まっていたおかげでいい状態で保存されてたみたいだな。亀にひびも入ってないし。でもいくら貴重な古酒といっても2000万円になるかどうか。こら、私はてめえ逃げようとしてじゃん。いや、逃げれるかこのとこ。こんなところにまで。それはなんだ、青森の壁か。これは130年ものの古酒を。なんて分かったの。どこか書いてんのかな。ああ、年号書いてあるね。うちの親分、青森には目がなくて、100年以上前の古酒を何とか手に入れたいって言ってたんだよな。だから、私の秘蔵の青森を狙うような真似を。まあな。だがよ、あの借金、チャラにしてやってもいいぜ。この古酒を俺にくれるんだったらの話だけどよ。え、2000万円を、チャラに？どうせ、あんたから2000万取り立てたって、うちの親分ならその金で古酒買っちまうよ。でも130年前の古酒なんて、たとえ金があっても買えるような代物じゃねえ。古酒かな？古酒かな？この酒が2000万の代わりになるの安いもんだ。あんたんとこの親分、よほどの青森好きなんだな。うん。そうよ、おかげさまで俺まで古酒の知識がついちまった。松島さんよ、そんな俺だから言うわけじゃないんだけどよ。あんたんとこの青森は最高だぜ。借金取りさん、借金取りさんって。もううちみたいなところに借金しちゃダメだぜ。これからは青森をちゃんと売って、ちゃんと計画を練ってから事業拡大するんだな。はい。それじゃ、そのふるさけ、後で俺の事務所に届けてくんな。借用書はその時に返してやるよ。行かへんね。よかったなぁ。あ、いえいえ。ほんとだよ。え？シーサーのベルト。あ、いえいえ、どうも、どうぞ。何シーサーのベルト。シーサーのベルトって何？ああ。強くなる？ 3 種のシーサー装備を。ああ、なるほどね。もう一応1個つけとくか。フルコン何？髪の塊に変質している。これ、いる？これ、売れるのかな？エビス屋でもしかしたら。ああ。子供が塞ぎ込んでるの気持ち的になんかよろしくないしな。白、何があったか聞かせてくれないか。なあ白、俺はそんなに頼りにならないか。俺はお前たちの親代わりだ。みんなのことを大切に思っている。白、お前がそんなに落ち込んでいるのを見てられないんだ。お前が笑顔で過ごせるようにしてやりたいんだ。何かあったら俺に何でも言え。俺のこと信じてくれ。シロ、お前いじめられてるのか。よし、俺が学校に掛け合ってやる。いや、さっきダメだったじゃん。やめて。なぜだ。さっき担任に電話したが、担任があんな様子じゃ拉致が開かないぞ。シロ、どうすんのよこれ。あ、シロもう話しかけらんないや。
なぜシロを学校に掛け合うことに反対するんだ。何か事情がありそうだな。学校がダメなら直接いじめてるやつの親に掛け合うか。まずそのいじめてるやつが誰かを突き止めないとな。大地はいじめの現場を見たと言っていたな。相手が誰だか知ってるかもしれない。大地に聞いてみよう。大地か、よいしょ。ああ大地、ハルカと話してる。大地、あ、おじさん。大地、あ、なんか落ちてる。そこ、シロに内緒で誰がシロをいじめてるのか調べてもらえるか。誰なのかわかるよ、俺見たもん。本当か。うんうん、ヨシキってやつ。でも大地、お前さっきも何か言いかけたな。どうしたんだ。うん、そのヨシキってのが厄介なんだ。実はヨシキ、シロの担任の。あー、だから掛け合わなかったんだ。何、そうなの。自分の息子がシロをいじめてるなんてバレたら橋本もやばいでしょ。だから認めるわけがないよ。こうなったらますます黙ってるわけにはいかねえ。とりあえず間違いがないかシロに確認する。おじさん、おい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 、担任だったらちゃんとしっかりしてもらわねえとな。水がいた。キリュウさん、虫触れるんだね。なんか教育どうしてるんですかみたいなこと言われてたけど、てめえもそうだろうがよって感じだわ。シロ、大地から聞いた。橋本の息子ヨシキがいじめてるのは本当なのか。うん、なぜ早く言わなかったんだ。シロ、さっきも言ったろ、俺を信じてくれ、何でも話してくれ。だってヨシキのやつ、父さんは地元の議員の赤坂先生とゴルフ仲間で友達だから、歯向かったり告げ口したら赤坂さんに頼んで朝顔を潰してやるって。うわー、朝顔のこと気にかけてくれてたんだ。お前らの帰るところをなくしてやるっていつも脅すんだ。親も親なら子も子だな。やだ、泣かないで。泣くなしろ。泣いてなんかない。僕悔しいんだ。だってあいつら卑怯だ。人の弱みにつけ込んで脅すなんて許せない。朝顔は潰れないぜ。え？俺が言うんだ、嘘じゃない。もし次いじめられたら思い切り言ってやれ。やってやれ。分かったな。何を。分かった。やる勇気あんの、シロに。マジか、やれやれ、やっちまえ。翌日、おはよう。いやー、まあ落ち込むのなくなったから今はこれでいいか。今ゴミ箱があるわ、そこに。はい、というわけで、じゃあ今回こちらで終わりにしたいと思います。いやー、せちがらいね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ちーさんでした。